皆さんどうも、高島です。今回はですね、北海道道南地方に位置します、人口4万3000人ほどの北斗市の市街地を散策した時の様子、動画にアップしてまいります。映像は北海道新幹線を利用しまして、北斗市の西隣に位置します、木古内町にある木古内駅で降りたところです。北斗市内、 北海道新幹線の現在の始発終着駅、新函館北斗駅が位置しているんですが、そちらは中心市街地から大きく外れた街のだいぶ北の方に位置するということで、こちらの木古内駅で一度降りて、これから向かいます道南浅利日鉄道線に乗り換えて、北斗市中心市街地を目指すことにしました。ご覧のように JR… 北海道新幹線の古内駅と、はい、こちら入ってきましたが、道南、佐利日鉄道の古内駅。建物が分かれておりました。駅の券売機、ご覧のようにキャッシュレスにも対応をしていました。ただ、スイカなどの交通系 IC カードは利用できない路線となっています。で、電車で3、40分ほど揺られまして、古内市中心市街地に位置する主要駅、上磯駅、 とというところにに到着した様子になります北海道新幹線開業までは JR 江差線の駅でありました駅の建物入ってきまして徳永祐樹様歓迎って何のことだろうって思ったらご覧のように夏祭りがこちらの地域で開催されましてゲストとしてご出演をされるということだったようなんですねご覧のように駅の建物を出てすぐそばで お徳永ゆうきさんと言いましたら拳の回し方が軽快な演歌歌手の方ですよね私も彼が歌うサウダージとかとても好きなんですけれどもでご覧のように祭りの会場たくさんの屋台だったりあとステージでダンスが披露されていてで私が到着したタイミングとまた違う時間に徳永ゆうきさん出られるということでちょっと残念だなというふうに思いましたけれども。 まあでもね、ご覧のように駅前に多くの方が集まって祭りを楽しんでいらっしゃるその活気に私も早速エネルギーをもらってね、今回の撮影頑張ろうと思いましたね。徳永ゆきさんといえば鉄道がお好きで、東内サリビ鉄道の特別応援隊員でもいらっしゃったようです。映像はお祭りの会場を抜けまして駅前の通りから、 ご覧のようにもうすぐ幹線道路国道228号線があってその南側が海となっていてまあお祭り中ということでたくさん車止まっていましたがそこから海の方を見ていますと何やら大変長い建造物が海に向かって伸びていましてそれが気になりましたね映像の方は国道228号線日本海追い分け騒乱ラ,ラインを東に函館市方面に進んでおります で、こんな風に函館市が近いということで、長谷川ストアという、まあ、函館市民に愛されている焼き鳥弁当の美味しいお店が見られまして。で、あと、道沿いの歯医者の広告なんかは JR 時代の表記がそのまま残っていましたね。この町で北海道新幹線が開業したのは2016年のことだったようです。で、映像の方を軽く 国道から一瞬北に外れまして、住宅街の中に、これまた函館市民に愛されているハンバーグなどが美味しいお店、ラッキーピエロがね、あったということで、その様子を軽く見てきたというふうになります。そのまま国道を戻って東側に進んでおります。看板を見ていますと、お祭り期間中ということで、出汁の行列だったり、花火なんかも打ち上がるというね、大変大盛り上がりのムードとなっていて、 通過していくバイクの列も激しい走行を立てて街を盛り上げていました。こんな風に北海道らしくと言っていいでしょうか。バスの待合所がね、一つの小さな小屋となっていました。で、先ほどの海に伸びている建造物気になりまして調べたところですね。どうやらこの街、鉱山があるようでして、その鉱山から持ってきた石灰石を工場でセメントにしたものを 先ほどの建造物で会場の方を運んで国内外に輸送するとその目的で作られた会場の桟橋だったようです。冷映像の方はだいぶ国道を東に進んでいますよね。まあ市役所が近いところだったり川を越えていったりしてまあ上磯駅周辺は大手チェーン店ほとんど見られなかったんですがこの辺になってくるとね 今もコンビニやスーパー見えていますが、そうしたお店増えてきます。バス停や標識にもありますが、この辺り、国別と呼ばれる地域になるようです。この国別エリア、ちょっと北に行きますと、道南浅利日鉄道の国別駅というのがありまして、この辺が駅前となりましてね、飲み屋さんとかありますので、ちょっと見ていきたいと思います。こんな風に、えコープですとか、100円ショップ、札ラ、 のドラッグストアなんかが固ままっているところもありました。なかなか大規模な建物でしたよねでこちらが久根別駅で駅の建物を見た後にまた国道に戻って東に進んでいきますで、上磯という地名ですがもともとこのエリア上磯町という自治体だったようですで合併をして北杜市の一部にこの上磯エリアがなったみたいですねで、国道向かい側に、 塾だったり個人のご飯屋さんが見られてこちら側にも、えー、書店とスーパーマーケットですかね並んでおりましたさらにゲオもあります国道沿いこれ函館市方面ね近づいてきましてだいぶ大手チェーン店が目立つ風になってきましたこんな風に島村と鶴葉ドラッグが横並びになっておりまして駐車場もかなり広いですよね その先、ローソンがありまして、また川があって、こちら、ベツ川というそうですが、そこにかかっている新ベ別橋を越えて、こんな風にえ海側見ますとね、もうすぐ河口という風になっているんですが、まあ、川を越えた先、自動車販売店ですとか、工業関係の建物が多くありまして、工業団地もこのエリアにあるっぽいですね。まあさっきのね、 セメントの話からもこのエリア工業が盛んなことよくわかりますけれども。で、こちらご覧ください。どうやらニューヨーク施設とプールがくっついた建物がありまして。楽しそうですね。で、その先もご覧のように国道沿い。急に大手チェーン店が多数並んでいる様子というのが見られまして。まあ、吉野家ですとか、ドライヤルの看板見えておりますけれども、反対側にドンキホーテもあって、 急に都会化をしてきた感じですね。で、こちらのトライアル、ご覧のように、いろんなテナントが組み合わさって、かなり巨大な複合商業施設となっているようです。こんな風にダイナムですとか、ギーゴ、マクドナルド、カーブスなんかが確認できますでしょうか。奥にもサンドラッグですとか、西松屋の看板確認できまして、本当に大規模なね、まあ、ショッピングモール的な施設、 となっているように見えました。でその東側にはセイコーマートがくっついたリサイクルショップ反対側にもなかなか大きそうな建物あって手前に au そして奥にねブックオフ3基 DCM 業務スーパーと固まっている複合施設があってでリサイクルショップの横にもご覧のようにご飯屋さんだったり奥にもプロノの,の作業服店がありまして。 急に大手チェーン店が固まっている景観にね、ただただ驚きつつ歩いておりました。でさらに国道を進みまして、スキアですとか鶴ハが立っている交差点があってえ、そちらにね、イオンの看板もありましたので、最後にそのあたり目指すことにしました。今が、道南浅利日鉄道の古戦橋を越えたところになりますね。 で、これ国道227号を経由して道路100、道道10号産業道路外環状線の道に入ってきたところ、まあこの辺また大手チェーン店がね、増えてきまして、春山ですとかメガネ市場とあって、えその横にえイオン、神磯店の建物があったわけですね。 で周辺もご覧のように山岡屋ですとか米田大人向けの書店に魚イビクトリアステーションなんかが並んでいましたがその東側今映ったように函館市と北斗市の境があったわけですこの道そのまま東進んでいきますと函館市郊外の、ね、商業エリア行き着くんですけれどもこの時は体力も残っていなかったのでこの日の宿函館市中心市街地まで路線バスで向かうことにしました 函館市郊外の様子、以前取りだめておりますので、今後投稿するかもしれません。ご視聴ありがとうございました。